はい、政務活動報告ビデオでございます。後ろに見えるのがですね、四季大橋です。この先に四季ニュータウンがございます。でこちらは柳瀬川でございますね。で後ろが新座川ということでございます。こちら今皆さんウォーキング等で楽しまれている遊歩道なんですが、現在のところこう砂利になっております。いろんな方からですね、こちらの四季大橋から先の、新座川のこの遊歩道今後どうなるんだというようなお問い合わせがありましたのでご報告したいと思います。このウォーキングコースもですね、実は令和3年度来年の4月からの整備予定ということで、こちらの238メートルはですね、一応舗装されて遊歩道として整備されることが決まりました。ここの最後の式の区間でございますけれども、いつ工事が始まるかというのが、未定だったんですけれども、ようやくですね、令和3年度に、こちらは整備されるということで決定しております。ちなみにですね、今後の状況でございますが、これは式の大橋のこちらの裏側ですね、私の裏手側でございますが、アンダーパスの工事が、令和3年の1月の6日からスタート予定となっております。ほぼ同時期にこの東武東上線のですね、橋の下のところもアンダーパスが整備される予定で、今後工事が行われる予定となっております。遊歩道がですね、その前手前の富士見橋の方が完成をいたしましたの でこれを境にですね、舗装されていないところを一斉に令和3年度に、舗装をされるという予定となっております。若干の令和2年度に、舗装の方も手をつける予定だったんですが、まずアンダーパスを先に整備するということに、一部変更になっております。その代わり令和3年度には一気にですね、富士見橋も過ぎて、式中のところからも富士見橋も過ぎて、東武東上線の橋も越えて、四季大橋も越えて、こちらの後ろ側のですね、新座川の方にからですね、舗装がされております。その舗装されるギリギリのところまでですね、四季側は舗装されておりませんでしたので、こちらも舗装が決まったということのご報告でございます。こちらウォーキングコース、令和3年度に舗装されて、遊歩道として、皆様方に活用していただければということが決定しましたのでご報告させていただきました。以上、政務活動報告ビデオでございました。ありがとうございました。